一つ見本作らせてもらうので、見えるところにどうぞ皆さんお集まりください。これはね、やっぱりワンシーズンごとに付け替えた方がいいんじゃないかなと思います。あんまり劣化してなくてもね、どうしてもここの穴が大きくなっちゃうと、初め植えた時にそこから土こぼれるんですよ。これはシーズン終わったらこういう風にこれぐらいまあ洗っていただいて、で付けてもらえればあんまり下がらず上がらず、手袋しちゃうとすごい粘着力なんで、もうすででこれだけ全部破かずに3分の1か半分ぐらい外してもらって、まず蓋ちょっと止めてから切ったら破けもしないです。何回か使ってる方はこの隙間結構粘着力ちょっと緩くなると土入っちゃうんで、しっかり止めといてくださいね。この表のところがすごい粘着力なんで、土で汚していただくか水で洗っても粘着力取れるんですけど、で必ず植える前にここの上開けてあげてくださいね。これで枠出来上がりました。鉢底石少し入れます。ここがから水が出ます。ここから水が出るからね、これでは間違いです。これしちゃうと土ここ詰まってしまいます。だから入れたいのはここです。鉢底石はここに入れてほしいです。ここに入れてください。あんまりいっぱい入れすぎないように、で斜めしちゃうと全部こぼれちゃいますから、もうこれぐらいで大丈夫です。あんまりいっぱい入れてしまうとここまで苗今日入るので、ここに土がないと水切れ起こしやすくなるから、もうここまで根、ねね、こくるじゃないですか。だから土入れてあげてほしいから、鉢底石多くしてしまうと土入らないので、初めの土の量はここの苗入った時に止まるぐらい、ここぐらいまでにしますね。皆さんに 3×5 の10号のトレイを渡ししてます。ネメシアを自分のお腹の方に向けてください。その配置通り入ってます。まず順番にじゃあ名前から言っていきます。ジャスミンのミルキーウェイ、風の葉っぱが入ってて柔らかいんで、一番底にこれ違うもん入ってるんですけど、この底に垂らします。この 1,2,3,4,5 列、これが 1,2,3,4,5 列、この通りに入ってます。一番お腹に近いところが一番下の段と思ってください。次が真ん中の段、残りがこの上です。一つ皆さんこういう風に乗ってると思うんです。これはこれとこれとで合体してもらいます。合体して入れます。合体して入れる入れ方だけで練習してもらうので、他はもう本当に簡単です。この通りにその場所に移動せずに植えていただければ入ります。この苗がちっちゃくなりづらかったらここで洗っていただいたら、根っこ切らずに土だけ落とすことできるので入れやすくなると思います。ただ今日の花ヒビオラはもう根っこを崩すことができます。でネメシアはビオラほどは崩したくないです。葉っぱは軽く崩せます。きつくは崩せれないけど軽くは崩せます。なのでこんだけの量だったら十分入ると思いますけど、ちっちゃくしたかったりしたらこの水使ってください。根っこ崩すときは縦です。よくハンギングの時にここを短くされるんですけど、ここ短くしてもあんまり変わらないので細くしてほしいです。硬かったりとかして土落ちないなってなったら、ここでさーっと落としていただければ土だけ落とすことできるので入れやすいと思います。まず真ん中、ど真ん中の一番下の段に入れます。ここのテーブル特に高いんで、上から見るとこの下までいけてるかどうかがちょっと分かりづらい方いつもいらっしゃるので、しっかり下止まるまで入れてくださいね。このあたりで止まってる方いらっしゃるので一番下ま で次真ん中のこの下の段のビオラ入れますね。こんな根っこ、ビオラの寄せ植えの時も根っこ崩してください。縦で、私はもう親指痛くなってくるので、ここを腹でするとあんまり力入れずに細くできます。これぐらいまでいきます。お店さんもそうだし、生産者さんによったら根っこが張ってないものはまあきつくは崩さなくてもいいですけど、今みたいにもう本当に綺麗に仕上がってるものはこれぐらい崩してもらっても大丈夫です。先ほど入れたジャスミンの上に入れますね。しっかりこの下まで入れます。次この隣入れますね。この角のままだとね、こんだけの数やっぱり入れないです。下がね、引っ掛けがあるんです、下にね。だからここに引っ掛かっちゃうと入れづらくなるから、こうちょっと細くなってるの、これをこうなると当たるからこうですね。花の向きに合わせてそれで入れてもらう。お花の向きはね、上にこうするようにするんですけど、いずれお日さんに向いたら全部変わります。だからそこまで細かくはする必要ないですけど、どっちって言われたら上に向けて入れていきます。株もすごいしっかりしてるし、ここをガーッと崩すとここ株ぐらつくから、これこんだけしても触ってみると全然ぐらついてないんですよ、株自体は。ここが皆さんぐらつく方、頭が縦に縦に
株は崩していただければ。これで3つ入れました。じゃあここで土少し入れますね。たくさん入れすぎてしまうとまた入らなくなっちゃうので、次この両サイドネメシアなんですけれども、これまあ一つポイントで、ここわかります？少し上がってるのね、少しだけ上げます。なのでその分の土だけ入れてあげてください。最後の最後に全部まとめて土入れられる方いらっしゃるので、それ多分入らないんで、1段ずつ入れた時に少しずつ土入れといた方が入りやすいです。ここはちょっとこの辺りで止めたいので、ここまで土で入れました。両サイド入れますね。ネメシアは軽くです。根っこそんなに先ほどのビオラほど張ってないので、これぐらいにしといてもらったら大丈夫です。先ほどと一緒で少し細く長くして入ります。この上の土ね、うちのお店全部土増しするんですよ。入ってきた時にいい土やから、もしあれやったらここにこぼしたってください。ネメシアも皆さんされたことあると思うんですけど、まあ強い植物なんで、あんまりね枯れたりとかっていうのも初めの時はあんまりしないと思うんで、ちょっと上がってます。この両サイド少し気持ちね、ここにまだもう一つビオラ入れないといけないんで、あんまり上に上げてしまうと入りませんのでね、この時点でまた少し土入れます。入れすぎないように、コンコンって叩いてもらったら下に土落ちていくんで、押さえないようにね。押さえてしまうと根っこ傷みますからね。まずこれが一番難しいんで、真ん中まず1個入れますね。真ん中は1つなんで、次葉っぱ組み合わせるという作業を皆さんに見てもらうんで、この子がコロニラのバリエガータ、黄色のお花春先で咲きます。すごい使いやすいんですよ。可愛く仕上げるときこの子入れたら結構可愛くできます。ビオラには絶対合わせやすい植物です。あんまりきつく根っこ触りたくないので、こういう風に縦に崩した後どっち落としてもらったらちっちゃくなるので、これまず1つ。よく普通の黄色のロータス、皆さんご存知ですか？パッパーっとした黄色のロータスじゃなくて、これ違うのは横ばいになる方なんですよ。この子コットンキャンディ、可愛いです。いい味出してくれます。春夏だと結構伸びるのが早いんですけど、秋冬使うとちょうどビオラとか隙間にチラチラ見えてすごく使いやすいので、この子はロータスはあんまり根っこ崩すの嫌がるので、きつく根切らずに少し根で洗っていただいて、この2つを合体したいんです。もともと2株入ってます、この子たち両方とも。葉っぱの間からこう見えるように合わせて、このまま入れてあげてください。そうすると2つキュッと入ります。ちょっとここがねポイントかな。こんな感じになります。伸びてくるとちょっとこの白のシルバーの子がビオラの間でチラチラ見える、こんな感じです。それを2つしてもらいます。こっちは根っこ硬いです、結構。だからそんなにボロボロにはならないけれども、こっちちょっと柔らかいのでボロボロいきやすいから、何回も触っちゃうとこっちのロータス扱いにくくなるから、もう入れるときはパシッと1回で入れてあげてもらった方がいいですね。触ってしまうとやっぱり何回も何回もこう入れたりするとこの根っこを傷むことになるので、根っこをそのまま残してますので、そんなにきつくは崩してないです。2つ入ってるから外してもらって、でこのまま入れます。そうするとこのでこういう感じですね。家だったら多分一つしか皆さん葉っぱ入れられないんで、これをちょっと覚えておいてもらうと、また二つこうちっちゃい葉っぱを割った時に二つ合体して入れる時にちょっとした技術になると思うので、一つ葉っぱを使うポイントになってますね。で残りはここ二つビオラなので、まあ、普通に入れていただければ。この寄せ植えで1週間ぐらいですかね。1週間でまあもう結構ねいい感じで茂ってくれてるんで、ここに入れますね。崩し方ですね。あんまりちっちゃくしたいからといって、この株元ここをねあんまり触るとぐらついちゃうから、小さくするんだけれども根はあんまり傷まないように入れるっていうのが、まあ寄せ植えもハンギングも崩し方って結構大事なんで。はい、じゃあ側面できました。土今こんな感じです。ここには花って入れないじゃないですか。だからここは少し土入れたいんです。必ずね花と花との間には土欲しいから、ここを入れてほしいんですね。必ずこの高さに合わせて入れますけど、ちょっと土足らないのでこれでちょっとこう入れてコンコンと落とします。土落ちていきます。じゃあここ下がっちゃいましたよね。じゃあここをちょっとね元に戻してあげる。じゃあ土が入って元の場所に戻る。これで OK。ちょっと隙間できてても絶対成長するからすぐ埋まります。心配しなくて大丈夫です。ここからですね。そうですね。皆さんハンギングはもうここだと思います。上ね。でも今日楽です。3つしか入れない。でもこれ割りたいんで、これ割りたいんです。これリシマキアオーレア。これも何入れても可愛いです。困った時のさっきのリシマキアの茶色のオーレア版です。本当に楽やし、可愛い。皆さん2株割れると思います。2つ。もう内緒できても構わないんで。
ビオラ入れるんですけど、どっちかちょっと前、どっちかちょっと後ろ、真横になるよりかちょっと気持ちいい。それでちょっと入れていきますね。土は盛らない、高さは一緒です。上もね、そこが一番難しいですよね。一番上がまず少し手前入れます。ここに入れまして、次ちょっと後ろ入れます。後ろはここに入れます。あんまり背中側じゃなくて十分空いてるので、少しでもちょっとだけ気持ちいい、本当の気持ちです。真横には入れてない。じゃあここに葉っぱ入れます。まず長い子を一番いいとこに入れたいので、こういう風に入れたいなと思うので、ここの隙間に入れますね。絶対あの大小できちゃうんで、この隙間で、次短い子、どっちでもいいです。私ちょっとこっち空いてるなと感じるので、こっちに入れます。こんな感じです。で、あと最後土、一番最後の土はまずこの背中側のこの隙間、ここが一番空いてるの、ここまず土入れていきます。前は先ほどちょっと入れてるじゃないですか、最初の時ちょっとは入ってるってことなんで、この背中側は全然入ってないので入れます。次この間ですね。でここが多分一番難しいので、丁寧に、じゃあこれでもうすぐ大きくなってきます。これで配置はこれで終了。上ですね、上が問題かな、ちょっと。でも土は間入れるからそんなに入れなくてももうスーッと入りました。もうあんな風に上ふわーっとなってきますので、この空間をね、皆さんすごい嫌がりはるんですよ。空間をなくしたいから、こう苗がある上に苗をこう乗せるんですよ。こうしちゃうと傷むんで、必ずこの高さ一緒です。苗の高さは一緒、もう埋まりますから、この空間を気にせずに入れましょう。じゃあ頑張りましょう。はい、ここの下さえ穴がなければ、あとまた大丈夫で、自分でここで突っ込んでみてください。その入れた時に当たるぐらい、ギリギリそれぐらいま で上のこのコケとかは立てた方がいいです。うん、これでいいですよ、これで、はい、うん、土落として、皆さんやってるように少し落としてもらったら、もうこれぐらいに小さくて、これで十分だと思います。こうでして、こうです、細く、そうです、そうです、こうと、で、こう、こう持つ、こう入れていく。例えばこっちがだけで押すと、こっち上がるんですよ、手この原理だから。手の持ちが、そうそう、そうすると入れやすいです。私はね、こう入れていくと入れやすいんですよ、体に対して。だから皆さん利き手とかがあるんで、どの向きで入れるのが入れやすいか、こうしましょうか。うん、真ん中、あのこの子先に両サイドを細くした方が入れやすいんじゃないかな。長さは長くてもこんだけあるから、どっちかと長くして細くする方がいいから、やるときはもう全部まんべんなく最後の最後で始めて、ここでこの上の向きに対して細くする。あんまりね、押してしまうと根っこ潰してしまうから、軽く形整える程度。こっちが上ですね。そうです、左手と右手、そうです、そうです。そうすると同じ強さでいきます。もうちょっと下までいきましょう。はい、葉っぱのところはあんまり一個として数えないので、これでいけます。うん、十分入ってます、下まで。ここね、ちょっとこんだけ隙間、ここまで入れましょう。ここまで押します。もう少し下まで、もう少し崩した方がいいかな。怖かったら親指でこう細くしていくイメージで、少し苗を広げてあげて、この上向きで、はい、そうです、そうです、同じ強さでした。その方が危なくないです。でもね、左だけ右だけよりかは、それで下当たるところまで、はい、そうです、そうです。で、その時にちょっとだけこう広げておいてあげる。ここがね、当たるって言ってたところなんですよ、私が。だから細くすることで、ここが当たらずに下まで入るんですよ。じゃあちょっと当たった。そう、だから今ちょっとギューッと押しました。もっと細く、もうちょっと細く、そう、そうですね、うん、うん、こうしといたら入ります。なので放射線状なんですよ。これをこういう風に入れちゃうと全部当たるから、そこ止まるんで、こう入れていくと、そうなんですよ、全部当たらずに入っていくっていう。株元をぐらつかせないようにね、これね、あ、もうちょっと、うん、もっと下に入れるときにちょっと株ファーって広げて入れたら綺麗に仕上がってきます。こっち上の方がいいかな。で、そこ、うん、両手で、この向きはね、もう絶対お膝に向かうから、全然もうそこまでしなくて大丈夫。ここをここら辺で止めたいから、土入れましょうか。はい。この両サイド入れましょうか。ネメシア。軽くですね。うん、軽く。あんまり崩さへんでいいです。縦にだけ少し崩して。そうです。必ずこの葉っぱ、中に入れたり、外に出したりすると、上痛みの原因になります。中に入れすぎると、まあ言ったら、鉢でいう深上になるから腐りやすくなる。で、出すぎると、ぐらつく原因になる。基本的には、ここをきっちり、ここのところをここに合わせる。少々はいいですよ。少しぐらいはね。そこだけちょっと意識してもらって。自分の手の感覚やから、絶対どっちかだけ強くしなければ絶対折れない。その方が折れない。どっちかだけにすると力でポキンってなるから、両方でこういくと、初めね、慣れるまではそれでしてもらった方がいいです。もう慣れてきたら片手でスッスッと入れてもいいんですけれども。そうです。で、この上1個入るかなと思ってもらって、入らないなと思ったらもう少し下まで入れないといけないし。
ちょっとだけ土入れて、上の、あんまり入れすぎちゃうと、こんだけ入れないといけないから。いけました？ネムシア。はい、いきます、いきます。あと上だけビオラだけやからね。はい。で、ちょっとぎゅーっとこれ振ってもらって、そうそうそう。ほら、隙間隙間に土、これ押さえてしまうと粒子潰しちゃうんで、これで十分です。これでも入ってます。で、上の段行きましょう。さっき、ここから入れましょうか。ここが一番しんどいんですよ。難しいから。まず真ん中さえ入れとけば、楽なんで、まず真ん中。上の段の方が数入れないといけないから、ここの時点で持つときに、ここからこう行っていった方が早いと思います。はい、早いというか、きっちり、どっか左だけやるとか右だけやるとかじゃなくて、まんべんなくこう、まず一周同じようにしてもらうと、綺麗に崩すことはできると思う。あとそこだけ。で、細くする。じゃあ真ん中入れましょう。で、ここは絶対下げないで、ここです。で、最後土入れた時に下がったら絶対ここに合わせてください。皆さん、この隙間嫌がるんで、ここをくっつけようとするけど、植物やから成長します。だからここの隙間、本当に気にしないでください。この上だけ下がっちゃうと、ここ見えてしまうんで、ここはちょっと、ここで合わせてください。はい、その次に、この合体する葉っぱをしましょうか。うん、大丈夫ですよ、これで。うん、土絶対押さえたらダメですよ。触ってる間水でつけといてあげてください。はいはい、ロータスが細いからあんまり根っこ触らん。あ、もうそれぐらいで根っこ触らん。それぐらい。そうしたらゴロゴロっとしちゃうから。合体するときは、ここの鼻首って、ここを持つと結構ぐらつかない。こういう風に鼻首、こうね、鼻首、根っこキュッて掴む。そうそう。そのまま入れる。ここ長いから、ちょっと手、そう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 、上から。そう、そこまで。ほら、これで綺麗に入る。もうこれ以上触る必要ないです。これを、こう、そうそう、こう、こうです。この手でいくと、同じ自分の左と右手の力の加減がわかる。これでいきます。これでいきます。こっちを下。の方が綺麗。うん、の方が下の方が綺麗。はい、入りました。うん、綺麗に入りました。次、ビオラをここ入れましょうか。隙間があんまり張りやから、気持ちちっちゃめぐらいの方がいいかなと思います。これを、ここの間に持ってくる。これ、それを、このままギューって持ってくる。自分手で。大丈夫、大丈夫。根っこ触ってないから大丈夫。こう。で、この株元を持つ。これで入れます。ちょっと中に入ってるから、ちょっとね、崩し方が全体的に大きい。崩すね、形、形状なんですよ。結構崩してはるように思うんだけど、その形に、今私はほとんどこんだけなんですよ、崩したの。でも、これでも、だったらここで。あんまり変わらない。そう、そうなんですよ。これでもね、慣れやと思います。絶対ここやっぱぐらつきたくないから、極端に取ってとは言わないんですけど、皆さん、育ってるようで取らなかんとかあんまり取ってないから、ちっちゃくするっていうか、まあ、こう細長く伸ばす分には全然大丈夫なんで、角取っていかないとこんだけの数は入らないんで、これもね、ここ取ってるんだけど、取ってほしいっていうことじゃないんやけれども、それで入れると、こういう感じでスペースできるんですよね。これも慣れかな、初めてやから、それはもうもちろんあれなんで、これもちょっとキューッと、ちょっとしんどそうな窮屈なんですね。まあ、ビオラ入れる前にちょっとこう開けてあげるんですよ。ビオラをさーっと。で、これだとやっぱ硬い感じになってるので、土が。もう少しこう柔らかく、で、入れる。ここあんまり触らない。今こうやって入れてもらって慣れるまではね、見てもらったらやっぱり隙間ができるんで、さっきここ何も土、苗入れないから土ちょっと入れましょうか。で、このスペースちょっとだけ入れないと、あと2つ入らないといけないんで。触ったらダメなんですよ。ここで、さっき言ったようにもうあんまり触らないと、ここで合体させて入れる。そう。合体させたらスッと入れてしまう。入りますよ。ちょっと広げて、ここと、そう、ここ。うん。で、あんまり根っこぐらつかへんように持つ。そう。入らない。ここまで。うん。崩してないわけじゃないんですけどね。でもね、あんまり押さえすぎるとね、根っこって傷んじゃうんで、ここを持った方がやっぱり初めは慣れやすいと思います。こうね、二つ同じ力で入れて、で、こう細くすると、はい、まあ、慣れですよね。前ちょっと土入れて、あんまりあとは入れんと上やっていきましょうか。ここでちょっとこう、ちょっと落とした方がいいと思います。この隙間に土がこう落ちるじゃないですか。ここ下がっちゃいますよね、これ、することで。で、また元の位置に、そこだけ上げるんです。ここ触らんと。この子も。そうしたらちょっと綺麗に出来上がります。うん、そうそうです。ほんまの気持ちだけちょっとあげる。下がってなかったらいいんですよ。これで。これで元に戻りましたね。あと入れていきましょう。綺麗です。完璧ですね。土入れて、コンコンと落として、定位置に戻して、もう上仕上げてください。この今使ってるここを、この下も取って
てほしい、ここで。そう、だから上よりかは、この感覚的に、そう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 、そう、こういう感じで、それとここあんまりぐらず、そうそうそう、かなと思って、でもう一回あと最後こうしてはったじゃないですか。はいはい、ここを、このお腹でこうしていくと、一通りしたら全部細く満になる、はい。これは絶対押さえたらダメ。十分入ってるから、これもっと上、植物ぺちゃんこなっちゃうから、新しい根っこが早く出てほしいから、全部押さえない。あ、そう。押さえない。ここの前だけ入れて、でも後ろ入れましょう。はい、乗ってますね、皆さん。乗ったらダメですよ。盛る寄せ上になっちゃうから、持ったらダメ。ここ、こういうふうにありますよね。で、はい、後ろ出たここ一つ入れれるじゃないですか、はい、後ろね。前だけなんですよね、しんどいの。で、バリアと水で洗ってもらって、広げて。こっち私ちょっと前に入れますね。この隙間に苗入れます。これでほぼ乗ってないです。あとこの後ろ側。後ろは十分空いてはると思います、こんだけね。あんまり壁にせんといてほしいとな、お話ししたので、後ろを入れて、ちょっとだけ前に、ちょっとだけ気持ち傾けてもらうと、ここの空いたところに葉っぱ。こっちでもいいし、こっちでもいいし。はい、これで乗ります。この隙間がポイントです。ここね。縦に向きにこう入れるとスッと入ります。でも一つはここに。ビオラ隙間は気にせずに。まあギリかなと思うけど、ここまで、あまりそこまで傾けない。ここまでです。葉っぱ、ここ隙間ありますよ、ここ。どっちも綺麗ですね。うん。で、これをこう入れたらしづらいんで、でこの子、ここ持ってほしい。なったら鼻痛めか。こう入れて、まずここ、裾を入れてください。はい、裾入れてください。で、ギュッと高さ揃えます、ビオラと。で、最後こう入れてあげると、綺麗に、こっちをこの株元にグッと入れる。そう。で、こっちの手で、これを広げてあげる。そう。と、そう、そう、動かないようにすると、ぺちゃんこにならない。さっきみたいに寝転ばらない。さあ、ここをふわっと。そうそう、ここを押さえてやる。両手使う。次、今度こっち。じゃあ、リシマキアはちょっとぐらい崩してもいけるから、ちょっと小さくします。さっきと一緒、ここの首根っこ、片っぽのこっちの手で。そうです。でこっち側を株元持ちます。そう。で、これを入れたい場所に固定させて、そう。なら、立ちます。あんまり寝転ばらない。さっきみたいに片手で入れるだけだったら、ビャーンってなっちゃう。でも、立ち上がらせて、ここにこう絡ませたい。そうすると入れやすい。じゃあ、まず、で、こっちの手、ここの株元をこう持って、こうです。で、こっち側をまず入れてあげます。で、立てます。こっち側立ててください。立てる入れ方、アイビーと一緒。勝手に寝ます。これぐらいで一回入れましょう。アイビーと一緒、立てる。寝かさない。絶対寝かさない。こっち側の手で、株元をこう押さえます。立ててください。じゃあ、勝手に寝ます。こういうふうに間に使います。乗ってますね。持っていいんじゃないですか。で、ここのところに立てる入れ方で、アイビーと一緒です。崩してるんだけど、隙間ができてこないんですよね。そうすると、もうちょっと入れやすくなるかなと思うんですよね。別にここ持ってるわけじゃないから。隙間ができていかないっていうのが、崩し方の問題かなと思うんですけど。ここは後ろ、こんだけ余裕あるから、高さ、ここ揃えてほしいです。これで高さ揃うんで、次、ここのところに葉っぱなんですけど、こっちの手を株元、こっちがこう。で、ここに入れます。で、まずこの後ろから、後ろから入れるんです。はい。で、立てるんです。これをね、もう少し、ここのところにギュッとこっち側の手で押さえる。こっちは支えてあげてください。寝かさないですよ。離すと寝ます。寝るんだけれども、こう、ふわっと入ります。こういうことで。こうしてほしい。この、こっちでもこっちでもいい。同じように、後ろを立ててください。これ、ここら辺の間いりません？もうちょっとこっちが、この子。これはいいんやけど、ここでちょっと重なっちゃってる気がするから、ここ、隙間空いてる人やから、もうちょっとここら辺で立ててこう来たらどうですか？ここんな寂しくなくなる。うん、土綺麗に貼ってありますね。ちょっとだけここね、土、根っこ見えてるから。うん。この葉っぱの入れ方って、これからアイビーとかの時も、寄せ植えの間に入れる時に、立てて入れると、寝転がっていくものは、立てて入れると、こう、立ってくれるんで、ちょっとポイントです。うん、綺麗に貼りましたよ。うん。オッケーです。うん。綺麗です、綺麗です。ぎゅうぎゅうやりすぎ。上を入れたいから下げはるんでしょ、うん、下がったところでその苗の上には乗せれないじゃないですか。うん、この上って。だからあんまり意味ないんですよ。それもこう細くして、この間の隙間を少し持ってあげた方が入ります。これを下げたところで、この苗の根っこの上にこの子は乗せたらダメです、絶対。重ね上は絶対ダメなんで。あとは綺麗に入ってます。上の部分がどうしてもね、ここですね、一番ね。あとは持ってで慣れてもらうのと、崩し方のコツと入れ方のコツとでできるんで、今日とは言わないので、覚えてる感覚の時にもう一個ぐらいされといたら、まあ、お玄関とか、なんかやっぱ、ついで飾ると可愛いんで、例えばこれに対するついでって言ったら、やっぱここに入ってる一色の黄色とか、こういうピンク使ってあげると、ついで違うビオラ入れても可愛いし、花色は変えても葉っぱを全く一緒にするっていう風にすると、ついで飾った時可愛いです。
まあ、一回それで参考にしてみてもらったらなと思います。一つ気をつけてほしいのが、はじめ鉢底石入れたあの場所から水が出るまでが水やりです。上からシャーっとするとこの間から水出ます。それで水やり OK って思われるんで、どうしてもこの下が水切れを起こしやすくなります。前半戦はまだ寒いんで水切れ起こしにくいんですけれども、3月になってきて温度高くなって、なおかつビオラが根っこ張ってくると水切れ起こすのがもうまず一番下の段です。なので上げるときはこの底、今日触ってもらったあそこから水が出るまでしっかりお水あげていただきたいのと、あとはまあやっぱり1週間に1回液体肥料をあげてもらうとよく持ちますので、あとはもう花が摘みですかね。私たちも毎日、今やったらでもまあ水やるときにちょっとピッピって爪でめくってもらったらできるので、今はまだそんなに大変じゃないと思うんですけれども、花摘みとだけしてあげてください。どうしてもお家の事情があって皆さんこう壁とかに穴開けれないとかであれば、スタンド結構便利なんで、スタンドをかけていただくと、これ一番背の高いスタンドなんで、これ低めかな、結構便利です。またよかったら、はい、見てみてください。じゃあこれで、終わらせてもらいますね。ありがとうございました。